日曜日のお昼下がり、初めて出会ったあの日から、おいらをあの子の虜、おいらの世界はあの子だけ、他の女は映らない、あの子に伝えてあげたいよ、おいらの切ない想い、今夜あの子を誘おうか、いつもいつも思ってるだけど、あの子の目の前じゃいつも言葉が出ない、ことなどわかってる、いつものおいらと違うこと、軽い気持ちじゃ誘えない、かわいいあの子の笑顔、今夜あの子を口説こうか、いつもいつもだけどあの子の目の前じゃいつも言葉が出ない、セッ